こんにちは、みなりんです。今回はこちらのリメルのグラフィック T シャツのレビューとルックブックをしていきたいと思います。順番的にはルックブックやった後にレビューしていくので、自分が見たいところにこのチャプターを合わせて見てみてください。ちょっとね、今日紹介するコーデ癖があるかもしれないです。でもそれが僕の好きなコーデなので、参考になれば嬉しいです。ではルックブックからやっていきましょう。今日セカスト行ってくるからさ、なんか親指につける黒いリングが欲しい。本当に1センチくらいでかいやつ。あとこういうブレスレットも欲しいですね。急にどうしたっていう話ですけど、なんか狙ってるアイテムもねちょこちょこあるんですよ。普通に足りてないんですよね、アクセサリー類が。ちょっとネックレスももう一個ぶっといやつが欲しいかな。はい、まず1コーデ目がこちらです。このパンツが最近発売された新作のリメルのやつですね。めっちゃ涼しいのこれ、びっくりした。で L サイズ着用です。172cm でリメルの L って結構でかいと思うんですよ。ただフルレングスで着用できて、結構僕的にはぶっ刺さるコーデは組めたなって思いました。でタックインですね。一応前だけインしてます。全体的なバランスは結構いいんじゃないかなって思うんですよね。この伊達メガネ合わせとかもちょっとおしゃれというかこなれ感出されてるのかなと思います。バッグはクレイルのやつですね。全体的に黒要素が多いんですけど、お出かけでは僕はこれを一押しですね。はい、で次2コーデ目こちらです。ちょっと患者なんでゆっくり話そう。でパンツはグランシーのやつですね。サイドにジップがついてるんですけど、ちょっと癖ありコーデ組みたいなって思って、カジュアル要素とカジュアル要素を合わせたくてスニーカーをコンバースにした感じです。リュック合わせちょっと今思うと違和感あるかな。でもヘッドホンが結構差し色になってて可愛いですね。お次3コーデ目がこちらです。あ、トラックパンツか、これかっこよくない？最近ニット帽がさ、なんか雰囲気出てすごい着用してるんですよ。ちょっと頭締まって痛くなる時があるんですけど、ニット帽マジで着用する機会最近多いですね。でイヤホン、今みたいに有線のイヤホンつけてよりカジュアル感、シティボーイってこんな感じなのか、どうなんだろう、なんかシティボーイっぽさも出したくてイヤホンつけた感じですね。これバッグ選びもすごい良かったと思います。ユニクロのこの紐ドローコードが垂れてる感じもすごくおしゃれですね。スニーカーグレーもマジで最近使ってる。次4コーデ目が、これ結構ポイントがあります。ユニティのジャケットを着てるじゃないですか。普通に着用すると、着丈が長くなるんですよ。でより足長効果タックインしてたので感じたいなって思って、ユニティのジャケットをちょっと気持ち後ろにやるの。そうすると短丈っぽく着用できるのでかなりかっこよかったですね。多分動画でね見ればわかると思うんですけど、ちょっと後ろ側ほらに引っ張ってあげるとかっこよくなるので、ちょっとおすすめしたいと思います。で切り目とカジュアルの要素を半々ぐらいにしたかったのでキャップで合わせました。ちょっとねカジュアル要素足りなかったのでキャップで補った感じですね。お次5コーデ目が黒ティーのラストのコーデになります。あれちょっと見てなかった、これ何のパンツだ、 SS のやつかな、多分 L サイズのやつですね。でほらここシャツと T シャツでだいぶレイヤードっていうよりかはもう結構この差があるじゃないですか。モード感あるなって思って、僕はこれのサイズ差を意識してコーデを組みました。あんまりここまで黒のコーデ、ブラックコーデすることあんまりないですね最近。でもかっこよかったです。次6コーデ目、ここから白 T のコーデに変わります。で、レビューの時にもお話しするんですけど、ちょっとインナータンクトップ着用するとここ透けがあったので、透け感感じたのでインナーは着用してないんです。本当にこのまま T シャツ1枚で着用してますっていうのも頭に入れてこれから見てみてください。でこのコーデのポイントとしては、あ、バッグかな、優しく見えるようにコーデちょっと組みたかったので、コットン地のトートバッグ、リメルのやつ使った感じです。次7コーデ目、ちょっと珍しくない？
なんかね、ブルーデニムのすっごいでかいやつを履きました。でバッグも白でスニーカーも白にしたのに、いつもだったらここをこのグレーかなって合わせるんですけど、なんか真っ白って逆に真っ白に振った方がかっこいいんじゃないかなって思ってこんな感じで組みました。でこれもインだけタックインですね。インだけタックイン、あ、いいのか。でこのスニーカーちょっとネイビーっぽい入ってる、ネイビーっぽいの入ってるの分かりますかね。多分映ってると思うんですけど、その寒色系の色とパンツの寒色で合わせました。次8コーデ目が中間色でまとめたコーディネートになります。グラフィックが真っ黒ってわけではないんですよ。ちょっとグレーみがかってたので、そのグレーとパンツのグレーを合わせました。これヘッドホンの白かなりポイントになってきますよね。結構僕やっぱ白持ってるといいですね、ヘッドホン。でリュックサックで組みました。って感じかな。結構シンプルで好みです。次9日目がこちらのコーデです。好きな人いるんじゃないあの僕のお母さんにも10個で見せてドレス聞いてたらこれが一番好きって言ってました。なので万人受けしやすいコーデになってるかなと思います。で白 の、 あのジャケットが S サイズでインナーが M サイズなので、こんな感じでレイヤード感もちょこっとで出てます。デニムジャケット腕まっくりしてますね。今僕のとこちょっとまだ寒いんですよ。でも東京行ったらね、多分暑いのと思うので腕まくりするとちょうどよくなるかなと思います。次10個でね、これちょっと短いから早めに喋りますね。綺麗めじゃん、テーラードジャケットって。で、まあ、スニーカーじゃなくてよ、まあ、ちょっとカジュアル寄りの革靴とか持ってれば合わせるのが一番なんですけど、ちょっと持ってなかったのでナイキの茎にでちょっとツヤ感のあるものを選びました。で綺麗め要素ばっかりだとこのインナーのカジュアルを拾うことができないじゃないですか。そこでキャップで補給した感じかな。イメージとしてはそんな感じに近いかなと思います。あとリュックサックもカジュアルっぽいのでバランスはいいと思いますよいう感じです。いかがでしたでしょうか。次レビュー移りたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。で今からこの2点ですね、白黒買ったのでどっちもレビューしていきたいと思います。まあ一生でいいやね。こちらがルーズストレンジグラフィックオーバーティーのブラック系その他3っていうやつです。お値段5500円で、一応グラフィックが3種類あるんですよ。身長172cm、51kg で M サイズ着用です。これ推奨サイズ通りで大丈夫ですね。これ本当にかっこよかったマジでこれね、店舗で展示だけされてたんですよ、僕行った時。やっぱ実物見るとかっこいいですね、こういうの。あと、あ、まあお話はしていくんですけど、生地感が結構良かったです。僕好みですね。多分白の方が伝わりやすいので白を持っていくんですけど、表現が難しいなどう言おうかな。これが伝わりやすいかな。前のグラフィックティーはなんかつるんとした滑らか生地みたいな感じだったと思うんですよ。で、ちょっと生地が分厚めな感じだったと思うんですけど、今回のシャツ、あ、T シャツ、生地薄めでザラつきがあるとかではないんですけど、なんか目が荒いというか、こっちの方が細かいですね。より綺麗めテイストが前のグラフィックティーだったんですけど、今回の新作はちょっとカジュアルダウンしたような生地感になってますね。まあ、あのちょっと言葉じゃ伝わりづらいですね、ごめんなさい。比喩表現になってしまうんですけど、シャツで比べると分かりやすいかもしれないです。こっちのルーズレギュラーカラーシャツはすごく綺麗めじゃないですか。で、生地もちょっとこう滑らか感が強いでしょ。シワがつくとちょっとあれだなっていう、分かりますかね。で、こっちのルーズソフトコットンシャツはシワがついてもちょっと味になるような、この細かいシワちょっとついてるの分かりますかね。多分映ってると思うんですけど、これが割と味になったりするじゃないですか。それが今回の T シャツになります。あのこれで伝われば嬉しいです。なんかちょっと細かいシワができてるような表面感になってるかなと思います。次にこのグラフィックっていうのこの部分ですねをズームで見ていきたいと思います。こんな感じ、ここの部分だけやっぱりグラフィックっていうの部分
硬くなってますね。リメルのこのグラフィックティーのこの部分ね、すごくいいですよ。なんか前さ、長袖の時になんか剥がれるとかレビュー結構あったじゃないですか。あれどうなんだろうって思って僕一回洗濯はしたんですよ。それでこれなので多分そこら辺の心配はいらないんじゃないかなって思います。届いた初日に開けてさ、かっけーとか思って来て焼き芋食べてたら蜜がこんぐらいまで垂れててさで仕方なく洗濯したんですけど、剥がれる時は剥がれることはなかったです。でこれ近くで見た時にしかわからないことなんですけど、カメラで映るかな、なんかね若干こことかこことかここ、赤青緑、あのテレビめっちゃ近くで見るとさ、てん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 ってなってるじゃん。ああやってなんかエラーを表示したような見た目になってますね。まあ、生地の表面化の説明はこんな感じなんですけど、厚さはかなり変わってきます。一言で言うと薄めになってます。真夏で着用できるぐらいですね。で生地が柔らかめなのでタンクトップいらずって感じです。どうしても汗染みとかなんかそういうの気になるなって思って、真夏まあねタンクトップとか着るでしょ。そうなった時にここが生地薄い分透けちゃうんですよね。あのそこは僕もちょっと一長一短なのかなって思ったとこです。で次にちょっと気になったところもう一緒にお話ししていきたいと思います。でまずね、あのねレビューにもあったと思うんですけど、首元が細かったです。今やっぱ実際に着てみるんですけど、あのこれ分かりますかね、多分これちょっと小さいなと思うんですよ。で着るじゃないですか、割とゴム伸縮性あって着るのは楽なんですよ。ごめんなさい、一回止めます。で今多分首元が詰まってるのが気になるみたいな話をしてたと思うんですけど、しっかりメリットもありますっていうのが、普通の首周りの開き方だと、まあ、このぐらいじゃないですか。気づいた時にこうネックレス内側に入ってることがありませんか。僕は割とあるんですけど、それが改善されてたって感じかな。まあ、夏場だからね開いてた方が確か涼しいんですけど、圧迫感ないからね。でも見え方としては僕あっちの新作の方が綺麗かなっていう、まあ、メリットのお話でした。ごめんなさい止めちゃって、では続きどうぞ。はい、まあ、ただ僕みたいにちょっと顔メイクしてたりする人が服脱ぐときちょっと怖いとこありますね。白 T だと特にここにファンデーションがつくと、あの僕はちょっと嫌なので、もう1センチくらいここをゆとりあれば結構楽だったのかなって思いましたって感じ。レビューは以上になります。いかがでしたでしょうか。もうねかっこよい、いろいろとそうで見たんですけど、グラフィックティーやっぱリメールぶっちぎりでかっこいいですよね。最後までご視聴いただきました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。